台湾人がよく使う日常会話3文字熟語6三番囉。大家好。今日ネイティブ台湾人が日常会話でよく使う3文字熟語を紹介したいと思います。最初の 2,3 分は熟語の発音練習で、後半の 2,3 分は場面で応用して練習しましょう。台湾カゴ、中国語を勉強したことがある方はもちろん、初心者の方でも簡単な短い発音ばかりなので、頻繁にチェックして身につけて使ってみましょう。練習の仕方、動画音声を聞いて声を出してシャドーイングを繰り返してみましょう。大事なのは声を出すことです。では始めましょう。準備好了吗？仕事編、工作編。老板早。社長おはようございます。老板早。社長おはようございます。上班囉。仕事始めましょう。上班囉。仕事始めましょう。下班囉。仕事終わりましょう。お疲れ様です。下班囉。仕事終わりましょう。お疲れ様です。先走囉。お先に。先走囉。お先に。開会囉。会議だよ。開会囉。会議だよ。忙翻了。超忙しい。忙翻了。超忙しい。超累的。超疲れた。超累的。超疲れた。不太忙。そんなに忙しくない。不太忙。そんなに忙しくない。我很闲。結構暇。我很闲。結構暇。没问题。問題ない。没问题。問題ない。有问题。問題ある。有问题。問題ある。宕机了。固まった。宕机了。固まった。完成了。完成した。完成了。完成した。ここまではどうでしょうか。何回も聞いて声を出して練習しましょう。では、いろいろな挨拶や会話を場面で使ってみましょう。場面1、隣の同僚さんがいつも朝から新しくできた彼女さんとのラブラブ写真を、もう嫌。老板早。場面2、 ZTW 期間中朝ぴったり9時ログイン、もちろんぴったり5時半。下班囉。場面3、 お父さんが部屋の片付けをし始めたようです。なかなかうまくいかないようです。助けての顔をされたら、先走囉。画面4、今日も暑くて部屋の片付けからちょっと休憩しようと、台所から奥さんが、醤油はもうないよ。忙翻了。画面5、最近は YouTube で料理の研究、研究して作ってまた研究して作ってやっと完成。超累的。
面6。あと30分でシャーバンロー。よし頑張ろう。ここで明日の会議で使う資料を渡されて、今忙しいと聞かれたら、不太忙。画面7。部下たちが週末にオンラインパーティーみたいで、私は誘われてないけど楽しそう。みんな、我很闲。画面8。いつもお小遣いが少ないとブツブツ言っている夫。最近静かになったし、妙に優しい。有問題。画面9。妻の出勤日、子供たちと遊んで、お昼の後、すぐもこれやって、あれやって、もう、ちゃうれい。宕机了。画面10。週末、家に醤油もうないのを発見して、今、無怠慢みたいな科学者の旦那に頼んで、2時間後完成了。いかがでしたでしょうか。何回も聞いて声を出して、使えそうな場面があったら使ってみましょう。